くづくしたバナナが体にもたらす効果とは？バナナは、ただ美味しいだけではなく、あらゆる健康改善に有効なとても重要な成分を含んでいます。バナナを食べることは、うつの軽減、脳の機能の活性化、高血圧の緩和、他にも様々な病気を防ぐ働きがあるということは、すでにこのブログでも何度かお話しました。しかし、最近のリサーチでは新しい効果が発見されています。特に熟したバナナを食べた時の効果です。バナナには主要エシイン酯が含まれている。バナナは熟してくると、やがて皮全体に黒い点々が現れ茶色に変色します。バナナがこの段階にあると、買うことを避ける人もいます。味が甘すぎたり、ぐにゃっとした食感を不快に感じたりするからです。しかし実は、黒い点々があるバナナが体に有益な成分を含んでおり、特に免疫システムに効果があるのです。日本での最近の研究では、つくづくしたバナナが主要エシイン酯、TNF、として知られるサイトカイン、リンパ球から分泌される特殊なタンパク質を含むことが分かりました。主要エシイン酯とは、主要細胞を壊死させる物質であり、ほとんどの悪性細胞に作用し、免疫作用を促します。主要エシイン酯は、体の免疫系細胞によって分泌され、体の他の細胞に作用します。これは、つまり、つくづくしたバナナには、がんと戦う効能があるということです。その効果は、実際、体の中で成長する腫瘍や異常細胞と戦えるくらいとても強力です。このサイトカインへの働きは、抗がん剤として静脈内に投与される化学免疫治療薬のレンチナンと比較されます。バナナが熟すという効果は、つくづくしたフルーツはより素晴らしい抗がん剤効果があるということです。より質の高い栄養分を持つ熟したフルーツ。すべてのフルーツは熟すとその栄養価が変わります。成分の持つ体に対する効果が上がったり下がったりします。バナナのケースで言えば、熟すと老化防止効果が上がります。そして、黒い点のあるバナナを食べると、そのでんぷん顔料は簡単に消化される人へと、で、グルコースのようなものに変化します。バナナ、リンゴ、ブドウ、パイナップル、梨、スイカ、柿、こうした果物に関して行われた日本の研究では、様々な段階の熟成度で様々なテストを行い、その結果、他のどのフルーツより血液中の白血球の数を増やし、免疫システムを強くすることができるという理由から、つくづくしたバナナを食べることがより効果的であるということが示されました。この重要な効能を有効利用するために、1日大きなバナナ1ケラ2本を食べることをお勧めします。免疫システムを増強し、病気と戦う。研究者たちによれば、バナナが熟せば熟すほど、
TNF の濃縮度は高くなり、つくづくしたバナナは、そうでない青くフレッシュなバナナより白血球の数を8倍に増やすというのです。完熟バナナは他にどんな効果を持っているのか。肝に有益ということは、それだけで日常の食事にバナナを取り入れるのに十分な動機となるはずです。しかしそれだけではない、つくづくしたバナナを食べることで得られる重要なメリットをご紹介します。消化機能の改善。中くらいのバナナ1本分には 3g ほどの食物繊維が含まれています。食物繊維は腸の働きを良くし、消化管を通る食べ物の動きをスムーズにします。例えば、下痢をした時に失われる天然電解質です。バナナはまた、体内に自然と存在する善玉菌を維持するための助けをする生菌物質が含まれています。心循環系の改善。つくづくしたバナナは、体液貯留を引き起こしたり心臓病に有害な影響を与えるとされる大量のナトリウムを減少させるカリウムが豊富です。米国心臓病学会ジャーナルに掲載された11の研究項目の解析では、日常の食事の中にカリウムを多く含む食べ物を加えた人は脳卒中や心臓病のリスクが減るということが分かりました。骨の改善。オレゴン州を拠点とするライナ・スポーリング研究所の微量栄養素情報センターによるある研究では、日常的にカリウムを豊富に摂取すると骨やら症状のリスクを下げるということが明らかにされました。つくづくしたバナナはカリウムの宝庫であり、骨を強くするカルシウムの吸収力を上げる食べ物なのです。